はいどうも、皆さん、こんにちは、ミーネットです。さあ、動物の森、アミーボフェスティバル実況を続きやっていきましょうか。というわけでですね、前回に動物の森スゴロク遊びまして、で、今回からちょっとミニゲームの方で遊んでいこうかなと思います。なんだけど、このミニゲームがね、結構めんどくさくって、オープンさせるのに。オープンさせるのに、ハッピーチケットが必要なんですよね。ハッピーチケットが必要なんだけど、現在俺が所持してるハッピーチケットっていうのは4枚なんですよ。で、このどんどんどんぐりをオープンさせるには3枚必要ですということで、3枚必要で、このハッピーキャンプ場は5枚必要で、この時点で8枚必要なんだよね。8枚必要ってことは、今まで1回この動物の森すごろくを遊ぶごとに1枚もらえたんで、もうこの時点で8枚っていうことは8回遊ばないとダメなんだよね。まあ、もしも本当にこのまま1枚ずつしかもらえなかった場合は、もう4時間遊ばないと、ここのどんどんどんぐりと、このハッピーキャンプ場オープンさせられないという、なんかすげえなと思いながらもですね、このどんどんどんぐり3枚、で、キャンプ場が5枚で、合計今8枚、で、クイズアミーボチャンスが4枚、これで12枚、で、フルーツストリート、これが3枚必要なので15枚、で、こっちのアミーボカード5枚必要だから20枚、で、リセット監視センターが3枚必要だから23枚。で、無人島脱出ゲームで27枚。これ4枚必要なので27枚。で、これ、バルーンアイランド。これはね、なんかいけるっぽいんだよな。ということでですね、まだ全然オープンもできてないし、すげえ時間がかかるということで、ちょっとね、ゆっくりやっていこうかなと思います。左から順番にやっていきましょう。ドン、ドングリ、ドンドン。このドン、ドングリ、ドンドン3枚必要ですと。いうことで、3枚使ってオープンさせたいなと思います。どんどんぐりどんどんのミニゲームが新たにオープンしました。やっていきましょう。動物の森シリーズのアミーボカードをタッチして、マジか、これ住民呼ばないとダメってことか。これさ、中古で買ったんですよ。中古で買ったってことはアミーボカードがついてこないんだよね。もしも中古で買うとき、マジでちょっと注意した方がいいかなと思います。これ遊べない。アミーボカードなかったら。画質めっちゃ綺麗。よし、やっていきましょう。ラウンド1、始まりました。スタート。え？どうするんだろう。待って。3枚のカードを駆使して使っていけってことか。で、これを矢印でやっていくわけじゃないんだ。アミーボカードをいちいち乗せてやっていけってことか。マジか。おー、ちょっと待って、これ結構矢印操作するだけじゃダメなんですかね。ちょっと待って、もう一回やろう。こんなに難しいと思わなかった。アミーボカードをどれだけいかに早く押せるかってゲーム。ももこ、ももこいけ、ももこ。で、レベッカちゃん。で、スパークくん。で、レベッカちゃん。オッケー、オッケー。で、レベッカちゃん。虫食いどんぐりを拾ってしまった。やり直し。そういうことか。オッケー。で、やばい。腕が疲れてくる。めっちゃ腕が疲れる。ちょっと待って。もう一回。レベッカちゃん。で、スパークくん。で、レベッカちゃん。ももこ。で、レベッカちゃん。で、カード痛みそう。あー、逆。こう。で、スパークくんこっちか。で、ももこ。違う、そっちじゃない。違う。一回変わるんだ、これ。こう。で、スパークくん。で、ももこ。こう。オッケー、開いた。じゃ、こう。で、スパークくん。で、最高に鬼畜ゲーだな、これ。
違う違う違う、ほとで、オッケー。なんつうゲームだ。スパーク君、ももこ、スパーク君、で、で、ももこ、違う。待て、そんなに？そんなにシビア？待って。結構このゲーム、鬼畜だね。なんか、今までやったゲームの中で一番鬼畜かもしれない。ただ、矢印を、移動させるだけならすっげー簡単なのかもしれないんだけど、アミーボカードをね、一回ずつタッチしないとダメなんですよ。それがね、結構しんどい点だけど、案外慣れてしまえば、もしかしたらこのどんぐりを拾った時に、あれタイムがねちょっと伸びてくれたらね、すげー楽なんだけど。ももこ、レベッカちゃんで、ももこで、レベッカちゃんで、レベッカちゃん、一回ずつ変わるんだなこれで。スパークくん、オッケー、1分20秒、これいったね。最初に出てくるのは初手、誰だ。レベッカちゃん準備してます。よし、スパークくんで、レベッカちゃん、もう手元見てほしいぐらいで、ちょ早く、オッケー。レベッカちゃん、あのね、カードがさ傷まないように俺スリーブしてるんよ。そのスリーブしてるのが逆に裏目に出てるかもしれない。反応が鈍いで、こう、オーケー、早いよ。ちょっとプラスされた、タイムがプラスされていくのか。ファイナルラウンド、マジか。左から順番に潰していこう。違う、ももこ、レベッカちゃんで、スパークくん、レベッカちゃん使ってけ。キュ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 で、レベッカちゃん、ももこ、スパークくん使って、で、やめろ、また来るな。スパークくん、ももこ、レベッカちゃん、待て、いけるぞ。よいしょ。で、スパークくん。うわぁ。スパークくん。やばい、変な方向行ってる俺。おーまい、なんとなくわかった。ちょっと待て、これいける気がするぞ。だいぶ慣れました。ちょっと見ててもらっていいですか。スパークくん、まずスパークくんで、レベッカちゃんで、ももこで、レベッカちゃんで、ももこで、レベッカちゃん、スパークくんで、レベッカちゃん、ももこ、スパークくん。オッケー。あ、ラウンド2がちょっと遠いな。まずは、ももこ、レベッカ、違う。まあいいか。オッケー。で、ももこ、スパークくん、ももこ、スパークくん、レベッカちゃん。で、ももこ、レベッカちゃん、ももこ、で、レベッカちゃん、ももこ、スパークくん。オッケー。ちょっとタイムロスしちゃったけど、まあいいでしょう。ワース。さあ、ファイナルラウンド。左から順番に潰していくか。
違う。だいぶ時間ロスしてる。スパーク。焦るな。焦らなければいける。スパーク君、レベッカちゃん、で、モモコ、レベッカちゃん、で、モモコ、スパーク君、で、レベッカちゃん、モモコ、レベッカちゃん、スパーク君、ゲーシャーオッケー、どうすか、頑張りました。戻ろう。あのね、結局手元に全部3枚とも置いてやるのが、ま、手っ取り早えわ。あー、でもこれミニゲームやってもたまるんだ。あ、だったら結構簡単にたまるかもしれない。このどんどんぐりどんどんをひたすら繰り返してやっていけばなんとかなるかもしれない。このバルーンゲームって何なんだろう。なんじゃこりゃ、すげえな。お、1位だったらかける3ってことか。オッケー、スタート。村人 A さんの番です。呼びたいアミーボカードをタッチしてください。じゃあさっきレベッカちゃんとモモコとスパークくん頑張ってくれたので、ちょっとリッキーくん呼んでみましょうか。なんじゃ、うお、次ちょっとジュンク呼んでみる。自分で操作するんかな。いや、自分で操作するわけではない。自動的に。あ、ジュンク強すぎ。ジュンクが強い。待て、強い。ナイス。あ、最後にあの3のところに降り立ったらいいってことか。ファイナルラウンド。でも自分で操作できるわけじゃないから結構運要素が強いね。よいしょ。風船が割れるのも自動で決まるっぽい。あ、いけ。おお、おお、あー、でも3か。惜しいね。頑張った。126って結構強くない？シルエットちゃんがめちゃくちゃ強い。ちょっともう一回だけ遊んでみていい？ちょっと今回はリス住民をたくさん呼びたいから、グミちゃんまず呼んでいこう。グミちゃん、おお、あー、でも1かける1ってこと。あー、そういうことか。最後にあれで決まるのね。でもほとんどかける1になりそうだけど、あのかける3のところに降り立ったら超いいスコアになるってことか。あー、ああ、うわー、そんなこともあるんだ。申し訳ねえな、キャロラインちゃん。最後はちょっとララミーちゃん呼んでみましょう。わー、11の場合もある。マジか。結構運要素が強いんかなって思ってたけど、そうでもない。ここでどのタイミングでやるかによって決まるのかもしれない。真ん中でどう、このタイミング。よいしょ。うわー、ごめん、グエイちゃん、ごめん。ここ、あぶね。なんかうまいこといかんな。住民が上から落ちてくる位置も決められないっぽいんだよね。お、
おお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 お
ター更新、これでいいのか。というわけでですね、今回はでも96、なんかめっちゃリズ住民出てきた、やばっ。ちょっとなんかパッチとブーケとキャラメルちゃんがなんか浮いてる雰囲気ありますが、めっちゃ可愛い。もっと拡大されない？一応ただいまですね、遊んだリス住民はどうやら全員出てくるということだったので、これだけのミニミニ村のリス住民が来てくれましたということでですね、とりあえず今回はどんどんぐりどんどんを遊んでみたんだけれども、なんとかねこのどんどんぐりどんどんを使ってこのハッピーチケットをね貯めてまたミニゲームやっていきたいなと思います。というわけで今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあな。